どうも、今日もチャコラジ始めます。今回のチャコラジの配信日が遅くなってしまいまして申し訳ありません。ちょっと諸事情ございました。実は直近で少しメンタルの方を崩しておりまして、全然深刻な話じゃなくて、翌日にはケロッと治って、まあ、その原因もはっきりしているんですが、まあまたそれは別の話としまして、実はですね、私このラジオ今回あることをひた隠しにしながら収録していきたいと思います。その何を私が今回隠しながら、ひた隠しにしながら、収録するかっていうのは、次回のチャコラジでネタバラシするといたしまして、はい、皆様にはね、リスナーの皆様には、何があったんだこいつっていうのを、まあ、ちょっと勘ぐりながら聞いていただければと思います。まあ、そんな大したことではないんですが、個人的には大したことなので、ちょっとね、まあ、なるべくそれが収録上でバレないように、はい、隠しながら、今回はやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、今回のチャコラジは、先週公開いたしました、ゲストを招いた対談動画、推し授業の第2弾、シンガーソングライターレオルが好きなゲストを招いた回の収録裏話でございます。前回ものすごく長尺になってしまった30分ちょっと超えちゃう動画になったんですが、それでもまだ実はね、めちゃくちゃ濃いトークがあったんですが、どうしてもちょっとそこは、動画の時間的にカットせざるを得なかった未公開トークみたいなところを、まあ、ぶちまけつつがっつり裏話していきたいと思います。ただ前回の動画ご覧になってないよっていう方は、そちらを先にご覧になってからこのラジオの回に戻ってきてくださるともっと楽しめるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速参りましょう。はい、最近のチャコラジ実は結構私編集頑張ってて、どういう編集かっていうと、まあ、BGM とかは一切入れてませんが、なるべく30分ぐらいの尺で収まるようにむちゃくちゃカット編集してるんですね。まあ、無音のところは当然バシバシ切っていくんですが、こうコンパクトな内容になるようにしたいと思いますので、今回はざっくり内容を2つに分けたいと思います。で、まあ、前半ではちょっとしたこぼれ話をいろいろお話ししていきたいなと思ってまして、っていうのも、まあ、今回はそのシンガーソングライターレオルさんのミニアルバム第6巻っていう、まあ、楽曲集があるんですが、それについてのゆる評論会と評しまして、その内容について結構議論っていうほど固くはないんですが、まあああだこうだ言っていくっていう形式に一応したんですね。まあそういう形式にたどり着いた経緯みたいなところとか、いろいろ喋ったんですよ。これどういう感じで今回トークするみたいな風でね、っていうなんかいろんな経緯があったので、その辺のこぼれ話をしていきたいなと思っています。でさっき言ってた、どうしてもカットせざるを得なかった未公開トークっていうところは、まあ、動画の中盤か後半ぐらいで、丸々そのカットしたところをそのまんま音声、流したいと思います。もちろんゲストさんにも許可を取っておりますので、その音声を流して、まあ、私がそれについてちょっと補足をしていくっていう風でね、展開していきたいと思います。で、一番最後にちょっとなんですけど、お便りコーナーの先生あのねを入れたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。というわけで、まずゲストの紹介を軽くしたいと思います。今回来ていただいたゲストさんは2回目の出演で、キャオさんです。一児の母でありまして、がっつりね、育児真っ最中っていう感じでね、4月から復職されたんですが、まあとにかくね、ママっていうのは忙しいんですよ。スケジュールが合わないとにかく合わない。まあ、今回ゲスト出たい、2回目やりたいって言ってくださったのは、キャオさん本人なんですが、それをね、言ってもらったのが、去年、2021年の秋頃なんですね。で、そこから、レオルさんのミニアルバムが出たのが12月なんですけど、で、それをまあ、ある程度聞き込んでから、曲を聞き込んで、その感想を喋りたいね、みたいなのを言ってて、まあ、1月がスケジュールが合わなくて、で、何回か、この日もダメ、この日もダメってなって、2月の中旬ぐらいに、ようやく1日だけ、この時間なら、みたいなので、めちゃくちゃ真夜中に、スタートしました。深夜12時スタートだったじゃないかな？収録時間。一番遅かったですね、これまで収録してきた中で。で、旦那さんがいらっしゃるので、旦那さんをお酒で酔っ払わせて、
完全に就寝させて、で、お子さんもね、もちろん寝かしつけてから、お母さんだけの時間になった貴重なフリータイムを、このトークに使ってもらって収録したっていうのが、前回の動画になります。私がもともと、レオルさん関連のアカウントを持ってて、まあ今も持ってるんですが、そのアカウントつながりの友人なんで、歯に衣着せないトークができたのが、一番今回は嬉しかったかなっていうのは思いますね。見てくださった方はわかると思うんですが、もう、トークの一番最初らへんですね、冒頭で、ものすごく、まあ、ガチで喋ってほしいみたいなのを私がね、ふっかけてるんですけども、これについてはね、結構悩んだんですよ、お互い。っていうのも、まあ、要は、まあ、私がもともとツイッターで、その、レオール関連のアカウントをやってたもんですから、必然的に、レオルファンの方がかなりたくさん見ていただいてるのかなっていう印象ではあるんですね。その方たちから派生して、なんかその、こじれたファンというか、大変沸点の低い方にこの動画が見られた場合ね、こう、とか、あと同担拒否みたいな、そういう感じの方に見られた場合に、こう、私たちのトークを聞いてもらって、いや、その解釈はおかしいとか、お前たちのこの内容は間違っているみたいな、こう、的外れな批判とか誹謗中傷が来た場合に、私は、ホスト側としてはね、ゲストをやっぱり守らなければならないなっていうふうには思っていまして、私の動画で私だけが批判されるんだったらもうどうぞっていう感じなんですけど、なんか言ってるわーっていうふうになるんですが、やっぱりその方向先がゲストに向くのは避けたいっていうふうには日頃から思っているので、まあ、とはいえ、せっかくレオルさんのそのミニアルバムについて感想とか言う回にするんだったら、もう称賛はどこでもされてると思うので、なんかいい悪いじゃなくて、好き嫌い、自分の好みに合ったか否かっていうところで好き勝手にトークしたいなっていう趣旨はあったんですよ。そっちの方がやっぱ面白いと思うんで。で、人の好みっていうのは、まあ、千差万別っていう話はね、動画の中でもしたと思うんですけど、その中で自分はこの曲が刺さった。なぜならこういう曲が好みだからだとか、こういう点で好きだからだ。あるいは、私はそこじゃなくて、全然反対の視点でこういう部分について歌ってるところが好きなんだよね。でもこういうところはこういう点でちょっと苦手なんだよね、みたいなところがあっても、やっぱりそれって、で、その人にしか喋れないことだなって思うんで、やっぱ対談で1対1でやってる意味かなと思って、っていうのはだから喋りたいなって、喋ってほしいなって思ってたので、そのなんていうんですかね、推しのことを全肯定したいっていう人もいると思うんですよ。私はそれはそれでいいと思うんだけど、キャオさんと喋るんだったら、そうじゃなくても多分いけるなっていうのは思ったし、そうじゃないところ、好みじゃない部分にも、きっと何かその、レオルさんへのリスペクトは宿るだろうっていう風に考えたので、そういう風でお願いできないかなっていう風で喋ったんですね。最初は、いやーなんかそれで叩かれたりするのはちょっと嫌だよっていう風に言ってたんですけど、でも、まあ私が説得してというか、多分、うん、ちゃんとあなたのそのリスペクトは伝わると思うから、仮に何かその批判的なことを言ったとしても、それをちゃんとあなたの、好みではなかったっていう文脈で受け取ってもらえると思うから大丈夫だよっていう話はしたんですね。まあ、チャコさんがそんなに言うんだったら、じゃあそれで行こうかっていう風に、まあなっていって、実際に収録でも念押しして、私は好き嫌いの話はしてもいいと思うっていう風に、予防線を張って、字幕も散々出して、あのトークを公開したっていう風になります。だからすごくね、なんだろう、今回は、まあ、あの予防線はやっぱ張るべきだったなって、もうしつこいかなと思ったんですけど、トークの途中でもね、いや、これはあくまでも個人的な私たちの妄想ですんで、とか、すんごい言ってましたけど、まあ実際そうなんでね。これが全てのファンの総意であるみたいな風にはもう絶対に間違っても取られてはいけないので、まあ逐一アナウンスしなきゃいけないなって思ってたんで、ああいう仕上がりになっているんですが、いかがだったでしょうか。はい。今回ね、まあ私のね、話の聞き方もちょっと良くなかったんで、まあ脱線しちゃうのはいいんだけど、なんかね、話がね、入れ子構造になっちゃうところが結構あったので、今まではね、普通に下に字幕を出してただけなんですけど、なんて言うんだろう。例えば、ある一曲について喋ってるのに、その中でなんか全然違う曲を引き合いに出してきたりしてると、あれ今何の話してるんだっけってやっぱ分かりにくくなってくるんですよね。ということで、
一応史上初、私の動画の中では初めてじゃないかな、あの動画の右上になんか見出しテロップみたいなのを出すっていうのを初めてやりました。テレビのトーク番組とかでよくあると思うんですけど、今喋ってる話題についてのなんか見出しを隅っこに出しておくっていう編集ってよくあると思うんですが、それを初めてやりましたね。で、あれ出そうと思うと結構地味に大変で、普通の字幕作るよりも。まず、話題と話題の区切れ目を探さなきゃいけないんですよ。どこからどこまでテロップを貼るかっていうのを区切る境目を見つけなきゃいけないし、どこでテロップ入れるか入れないかっていうのも見定めなきゃいけないし、どんなテロップを出すかっていうことですよね。今何について喋ってるかっていうのがパッと見てわかる。できるだけ短い文字数にしたいなっていうのもあって、そこも結構悩みましたね。で、これは私の好みなんですけど、インターネット文脈が私は結構好きな人なので、なんかネットスラングまではいかないけど、ツイッターとか、2ちゃんみたいな、まあ、今5ちゃんか、みたいな、そういうネット文脈の中で見る定型文みたいな、構文みたいなやつあるじゃないですか。めちゃくちゃわかりやすいので言うと、何それ可愛いっていうテロップ1個出したんですけど、何それ美味しいのみたいな、スラングっていうかフレーズみたいなやつあるじゃないですか。お決まりのやつね。ああいうのの、なんか、そういう字幕言ってること伝わるかな。なんかその、ネットに親しんでる人は、ああ、その表現なんか、よく見るわ、みたいなのをテロップに入れたいなと思って。そういうの考えるのがね、まあ、楽しいんですけど、結構大変でしたね。あんまり尖りすぎると、煽っちゃうから、ちょっとなんか、あんまり、炎上するようなワードにはしたくないけど、でもなんかあまりにも小難しくてもしょうがないから、ちょっとだけユーモアを混ぜるってのが難しかったですね。いやー、ちょっとまあ今後も多分あのテロップ出しはやっていくと思うんで、まあ、またその辺もね、楽しんでいただけたらと思います。ちょっと脱線しちゃった。編集の話脱線しちゃったんで話戻しまして、やっぱゲストの喋ってる内容を聞いてて、ね、今回のね、トークね、めちゃくちゃなんか、ゲストの解釈が国語の授業っぽいなって個人的には思ったんですけど、皆さんいかがでしたか？なんでそう思うかっていうとね、まあ、今回ミニアルバムの曲の、まあ、いろんな曲を結構一つ一つについて掘り下げて、それぞれ感想を言ってって、みたいな、とか解釈を言ってって、みたいな風に喋っていったんですけど、そのゲストの私はこの曲についてはこう思うっていう意見と、なんでそう思ったかっていう根拠みたいなのがセットになってるとこ。ここまでが意見で、ここからが想像ですよみたいな。こっから先は私の妄想なんだけどっていう境界線もはっきり示していてたので、なんか、なんて言うんだろうね、詩の授業を受けてるみたいなね、私が。こういう詩がありましたみたいな。私と小鳥と鈴とみたいな。金子みすずの詩を、じゃあ今から読解しましょうみたいな。みたいな授業っぽさが若干そのゲストの説明にはあったので、そこが結構ね面白かったですね。論理だってて面白かった。だからね、話の途中でも言ったんですけど、やっぱ頭いいんすよ、キャオさんがね。一番ね、なんかすげえ頭の回転いいなって思ったのが、どこだったっけ、曲の歌詞が難しくなってくるっていう話をしてた場面で、ボーカロイドを例に出したんですよ。最近のボカロはこういう傾向があるっていうのをキャオさんがパッと引き合いに出してくれたんですね。で、その辺の話を一通りした後で、で、レオルも昔はそうだったんですよっていう話に戻してくれたの。だから、その具体的にボカロっていう文化を例に挙げてくれて、比較もして、でも今のレオルはこうだよっていう風に話を引き戻してくれたんですね。そこの話の持ってき方うまいなと思って。めちゃくちゃなんか、おー、この人、話うめーって思いながらめっちゃ聞いてたし、編集しながらもやっぱ話うめーってなりましたね。これ編集してるとね、何回も聞くんで、その話し手のロジックの立て方にすごく感銘を受けることがあるんですけど、やっぱ話の組み立て方がそれぞれ違うのでね、毎回説得させられ方が違って面白いです。し、あと、これはあまりよろしくないんですけど、私が喋ってしまったターンがね、一回あったんですけど、ボーイっていう曲の解釈を私が、なぜか火がついちゃって喋ったターンがあったんですが、そこでね、立ち回りもめちゃくちゃ良かったなと思いますね、キャオさんが。っていうのも、
私がボーイのこの曲はこうでこうでこうなんですよってなんか頭おかしいぐらいの熱弁してるところで、キャオさんがね、それでいて強いんだよねって言ってくれたんですよ。まあ、これはもうその動画見ていただいたら、あ、そのシーンねってわかると思うんですけど、そこの愛のってもう最高かよって思って、そうそうそう、次それ絶対外せないよねっていうワードをポンって出してくれて、強いの、そう、強いなって私はひたすら、オウム返ししてたんですけど、語彙力がないっていう。っていうので、めちゃくちゃなんかその話し手としても聞き手としても素晴らしいなっていう立ち回りで、本当になんかね、もうどっちがゲストかわからないねっていうような内容だったんですけど。でね、恐ろしいことにですよ、話盛り上がりすぎちゃってね、もともと想定はしてたんですが、過去最長でした、収録時間。今まででも長かったのは、リリカルさんが長かった。1時間は超えてたはずなんですが、今回の収録時間は比ではありません。なんと、2時間飛んで40分、2時間40分ぐらいお話ししておりました。深夜の0時に始まったので、まあ2時40分ぐらいに終わって、まあもっと恐ろしいこと言うとね、その後、収録切ってからオフトークを多分3時間はしましたね。朝の6時ぐらいになって通話切りました。で寝ました。学生かよっていう。何やってんだ社会人っていう話なんですけど、まあ次の日休みの時をちゃんと狙ってね収録してたんで、別に仕事なんかに支障はなかったんですが、いやもうひどいタイムスケジュールでしたね。でまあっていうのがね、まあいろんなここでラジオで言わなければならなかったこぼれ話たちなんですが、でここからはですね、いよいよ未公開だった、どうしても切らないとちょっと話がとっちらかっちゃうなっていうような内容であったり、編集の都合上ちょっとつなげにくかったっていう場面がいくつかありましたので、その辺をね音声そのまま公開したいと思います。で2本あるんですね。一つずつ一緒に聞いていきたいなと思うんですが、まず一つ目です。ミュータントっていう曲がありましたが、あれの解釈、まあ、結構盛り上がったと思うんですけど、あれに入る前に一回かなり脱線してまして、そこを一緒に聞いていこうかなと思います。これはね、マジで、もう私じゃなくて、キャオさんが喋ってくれたんですが、まあ、レオルさんってこう、パッと聞いた感じね、初見だと、初めて聞いた方だと特にそう思うと思うんですが、もう声質が独特なんですよ。なんか、人ならざるものなりみたいな声をされていて、それについて私が触れていくんですが、で、キャオさんも独自の切り口で、いや、これはこうじゃないみたいな風で返してくれて、私が、それ言語化できたのすげーみたいになって、かなりカタルシスを得る場面なので、ここ絶対聞いてほしいので、ちょっと、このラジオで消化したいと思います。それでは、聞いていただきましょう。どうぞ。精神がさ、何歳って思うもん、ほんとに。今回調べててさ、てか、毎回レオルのさ、プロフィールを見てびっくりするんだけど、年齢の欄見てびっくりすんのよ。あレオル年齢がなさそうなのね、私の中では。そうだね、なんかそうだね。もう、何レオルっていう人だから、なんていうの、もちろん人間だとは思ってるんだけど、生命体としての年齢をあんまり意識できないから、うん、で今収録時点でさ28歳って書いてあったわけよ。怖いわあの人、うん、いやなんかねその人間らしからぬっていうのはすごいわかる。そう悪い意味じゃないんだけどね、悪い意味じゃないんだけど、うん、悪い意味じゃないけど全然なんか浮世離れしてる感じかな。うーんなんか逆に私はその不思議なところが人間臭いなと思う。あーなるほどね。なんかその機械じみてる人っているけどさ、なんか無だと思うんだよね。でもなんかレオはその自分の意見をすごい持ってるし、はいはい、結構発信もしていくタイプだから、うんうんうん、なんかその私がさっき人間らしからぬなっていうふうに思ったのは、うんうんむしろその音楽性の方。ああ、はい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 。とか、まあ、ビジュアルだったりとか。そうね、そうね。そうそうそう。すごいこう透明感あふれる感じじゃん。うん、で、もすごい小柄でさ。うん、そうだね。そう。で、あの声のパワフルさ、うん、高さとか。そういうのはすごいこう人間離れしてるなと思う。うん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 。その考え方とか、
うん、そういうのはなんかすごい なんだろう、人間臭さがあるな。あ、そういうのをインタビューとかを聞いてやっと、うん、あ、レオも人間なんだって思う。あ、わかるわかる。うわ、すげえ、今すごいね、それ言語化できたの。え、そう、すごいすごい。いや、あー、ちょっとわかるわ。なんか全部が全部人間離れしてるわけではなくて、その、そう、感情とかそういう面ではすごい、感じるよね。なんか、人間の、こう、執念であったりさ、こう、ちょっと、葛藤であったり、あがきみたいなものをものすごい感じる人だから。そう。そうだね。音楽面以外だと、ものすごく人間臭い人だね。なんか、すごい、インタビューとか、配信とか聞くと、すごい、あ、なんか、身近に見てもおかしくないかなって思って。そうだね。なんか、あー、わかる、わかるなーって言われた。なんか、その年々意見が、意見っていうか、その、なんかだろう、考え方が変わっていくところとかも含めて、人間だなと思う。そうだね。うん。声とかそのものは、すごい、いい意味で無機質な感じがするけど、うん、まあ、その一番冒頭で言ってた、そのあれだよね、ボーイの、決別説ね。ギガちゃんとの決別説だってさ、思いっきり、そんなん、それがもしそうだとしたらさ、ものすごい感情の話だもんね。そう。だし、その、エンゼルス・イッピーね。ああ、そうだね。はいはいはい。その、すごい感情が入ってるわけだし。ああ、そうだわ。うん。でも、かといって、はい、その、全く、レオ以外の人間、レオじゃない人間、関係ないっていうか、まあ、モデルがいるのかもしれないけど、なんか、レオが考えそうにないことをすごい深く歌ってる曲とかもあると思うんだよね。おー。なんか、いろんなモデルを想像して、うん、その子になりきって書いているのかなと思う。私もそっちかなって思う。うん。なんか、実体験丸々っていうよりは、その、ま、わかんない。実体験がなんかモチーフにはなってるかもしんないけど、それを元にした創作かなとは思うけどね。そう。なんか多分ところど、歌詞のところどころに、こう実体験も入っているのかもしれないけど、うん、その曲全部を全てを実体験っていうわけではない。もちろんそういう曲もあると思うんだけどね。うん、その自分の歌詞、感情丸出しみたいなのもあると思うんだけど、そう、だから、それすごいよね。なんか、私だったら多分、自分の体験を元にしか書けないと思うから、歌詞って。それがすごいなっていう。なんか結構。私多分、レオの曲だと、失楽園が多分、2番目ぐらい好きな曲。はい。あれも結構さ、なんて言うんだろう、暗い曲じゃん。暗いね。そう。でも、なんか、レオは考えなさそうだなって。こんななんか、陰湿な人間ではない気がする。ああ、なるほどね。なんかでも、かといって、妖怪ではないと思うんだけど、でもなんか、線引きがちゃんとできる人だって思うんだよね。自分の得になる人を、選ぶっていうか、ためにならない人とはどんどん切れる人だと思うんだよね。でもかといって、なんか、どちらかといえば強い人だけど、ものすごい強い人でもないと思う。そう、わかるわかる。そう。でも、こう、強くあろうとする気持ちはすごく人一倍ある、あると思うんだけど、何しろ多分レオはすごい自分の才能のことを信じてるし、武器を分かっているから。そうだね。そうで、その生かし方、武器の生かし方をずっと考えてやってると思うんだけどさ、そういう人ってさ、あんまりこう自分が損することをしないと思うんだよね。なるほどね。全然私の狭い世界ってその物事を言っちゃいけないかもしれないけど、本当に周りを見ててもそうだし、自分の魅力が分かってる人って絶対こう自分がすり減るようなことはしないよね。そうか、なんかちょっと負い目があったりとかすると、こう受け入れてほしい方が強くて、こうすがったりなんかねしちゃうんだけど、要はすがる人ではないと思うんだよね。だからそういう
あのちょっと失恋チックな、うん、なんか失恋もさ、レオの失恋なのか、その友達とのなんか別れの曲なのかわかんないけど、うん、そういう別れの曲ってさ、うん、なんか別れた悲しいっていう曲ないじゃん。なんかそうだね、うん、すごいこう、なんだろう、すごいこう自分めっちゃ頑張ったっていう感じの、うん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 、だけどもういいやっていう、なんかこういろいろあったんだけどもうダメだったわみたいな曲。うんうん、わかる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 。なんかそれってレオがしなさそうなことだなって思うんだよね。はあ、なるほどね。その今日のレオル像がね。そう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 。うんうんうん、そうだから、なんだったっけ、なんでそんな話してるんだっけ。なんでそんな。あとレオがなんかあれだね、人間離れしてるって。そう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 、レオルの人間性の話からめっちゃ派生したの、うん、ああそう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 。いやなんかさ、それぞれあるよね、そのこの私の中のレオルはこんなことはしないとか、あの、うん、こういう考えに違いないみたいなさ、うん、なんていうの、まあ、そのレオルっていうもうさ存在自体さ、あの私は中の人じゃなくてあくまでもキャラクターレオルだからって、まあ、本人も言ってるけどさ、だから、うんうん、まあ、どう捉えるかは、あの、勝手にファンの中で二次創作してくださいっていう風だとは思うんだけど、うんうん、でもなんか、人によって多分こう受け取り方違うもんね。こういうレオル像みたいなね。そう。あ、なんか人間臭いけど、でも、その、うん、その私のレオル像は私にはできないことなんだよね。うんうんうん、だからそこが好きなのよ。私の中で勝手に作り上げたレオル像なんだけども、うんうん、でもそれは私とは反対ではないけど、絶対こう同じタイプの人間ではないので、うん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 、それがまたいいんだよね。ああ、自分と違うからね、そのレ、あの、そう、うん、なるほど、そういう風には生きれないから、なんか似たようにはできるんだけど、うんうんうん、同じようにはできない。なるほどね。はい。面白いね。なんかもう、もう一生できるわ、こういう話。ねえ、まあ妄想の話だからね。そう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 、根拠がないからね、いくらでも。そうですね、あくまでも創作なんでね、あの視聴者の方、あのよろしくお願いします。はい。はい、というような感じでしたが、いかがでしたでしょうか。結構こういうトークってね、レオルさんの、ファンの中では割とされがちなトークなんじゃないかな、この、機械的な、レオルの機械っぽさっていうところと人間っぽさみたいな話ってね。で、まあ今のトークざっくり言うと、まあ、前半はレオルの音楽的な魅力っていうのと人間的な魅力をまあ言語化したっていうところなんですけど、まあ本当にもうキャオさんすごいなって思うんですけど、それ言葉にできたのすごいねってめっちゃ思ったんですが。で、まあ後半では歌詞の解釈にはそれぞれのファンのレオルはこうあってほしいみたいな、こうあるべきだみたいなレオル像っていうのが反映されているねっていう話なんですが、結構この辺はなんていうんですかね、こういう話をしたいんですよねみたいな話だったので、すごく良かったんですけど、まあ、今回はそのミニアルバムのゆる評論会っていう流れで動画をまとめたので、そこからはちょっと脱線するなと思って、もう泣く泣くカットしたところです。めちゃくちゃ個人的にはね、濃かったなっていうトークではありますね。でね、ここちょっと補足しておかなきゃいけないんですが、本当はね、音声で流したかったんですけど、ちょっとね、編集の都合上で、このラジオに流すことさえもちょっとできなかったので、私が口頭で補足したいと思います。今喋ってたトークの続きがね、ミュータントの話になっていくんですが、で、ミュータントのトークの中でね、こういうミュータントみたいな、もう救いがなくて、もうどうにもならないような曲が好きだっていう話が出てくるんですよ。キャオさんがね。で、動画の中では、ビオラとか、みたいな風に、あの、ビオラっていう曲があるんですが、それを取り上げてるんですが、実は、そのどうにもならない曲の代表はビオラではなくて、大本命は、キャオさん的には、失楽園なんですよ。この失楽園が、どうにもならない曲ナンバーワンだっていうところを、どうにか動画で使ってほしいってね、言われたんですよ。動画チェックの時に。でも私はその動画の編集上、ちょっとそれはね、入れられんかったんよ。ごめんって言って、じゃあこのラジオで、その、キャオさんがそのどうにもならない曲で一番は失楽園だっていうことをあのちゃんとラジオで紹介しとくわ、それで許してって言ったんですよ。清く正しく生きて死ねっていうね歌詞が大好きなんだっていう風に言ってたんですが、でね、あのでも失楽園は
キャオさん的には、こう、全部のレオルの曲の中では、2番目に好きな曲なんですって。で、1番目は何かっていうと、ラボラトリーだと。ラボラトリー、これ、最近ファンになった方はね、もしかしたら、あんまりピンとこないかもしれないんですが、すごく前にね、ラボラトリー、ボカロ曲なんですが、それをレオルさんが歌ってるやつがあるんですよ。で、この曲をきっかけに、キャオさんは、がっつりね、もう運命の曲だ。私とレオルの運命の曲だって言ってたんですけど。だから、この曲はもう、今後どんなに名作がレオルの楽曲としてね、生まれたとして、発表されたとしても、もうこの1位は変わらんと、一生変わらんって言ってたんですけど。だからもう不動の1位らしいんですが。っていうことと、それを除くと、次に、好きなのがやっぱ失楽園だっていう風に言ってたんですね。この、落差がやばいねっていう話もしてたんですけど、失楽園もう、どん底にドロドロの曲で、で、ラボラトリークソ、もう激アゲアゲな曲なんですよ。全然毛色が違う曲なんですけど、そういう落差も、振り幅もあるんですが、この曲がね、やっぱり好きなんで、ちょっと紹介しといてくれっていうことで、はい。このチャコラジで消化させていただきました。キャオさんがね満足されていることを祈ります。はい、というわけで、で次がね、次にもう一個未公開トークとして挙げておきたいのがね、ライブの話ですね。ついに4月27日からですね、スタートいたしますレオルワンマンライブ2022劇場アラートっていうライブがあるんですが、そのライブがね、どうしても楽しみだねっていう話が、そのアルバムの話をするにつれて広がっていきましたので、その話もね、聞いていただきたいと思います。で、ちょっと最初に補足しておきますが、この収録をしているのは、ファンクラブの選考の抽選期間だったんですね。だからまだ当選も発表されてないみたいな状態で喋っているので、それを大前提に、お聞きいただければと思います。まだライブが始まるみたいな実感も全然ないんですけど、チケットがやっと最速の申し込みがスタートしたみたいな直後の時期の収録でした。では、お聞きください。どうぞ。私さ、毎回レオルのライブでやるのがさ、あれよ、ドリンク券もらうじゃん。うん、はい。絶対酒なわけ。で、そうだね。始まる前に大概飲んで、もう、うわーってなるわけよ。うんうん。か、何のライブか忘れたけどさ、メイドだったかな？なんかもう、その時は終わった後にお酒を飲んだわけ。うん。もうね、泣きながら飲んでんの。余韻で。変な人じゃん。もうやばいもん、ちゃんと邪魔にならないとこだけど、なんか道路の脇にさ、ちょんって座ってさ、忘れないようにセットリストさ、泣きながら、打ちながら、もう一方の手でビール飲んで、みたいな。なんか、私はもうライブの後は、なんか、興奮しかないの。あー、そっちタイプね。うん。だからなんか、もう、その、うん。ハイテンションなまま、うん、打ち上げに行きたい。ああ。走って、みんなを走って集めて、ここだからみたいな。めっちゃうるせえじゃん。めちゃくちゃうるせえよ。写真だけ撮って、みんなでそこにしかいない人もいるからさ、写真だけもうバシャバシャって撮ってる人がいたら、入れてーって。でそれで、ね、もうそれとりあえず人と取り済んだら、行くよーみたいな、そういう人だから。怖っ！テンション怖っ。まあでももう2年、3年行ってないからね。いや、ほんとだよね。最後のライブもさ、うんうん、なんかコロナでさ、潰れちゃって行けなかったんだよね、私が行こうとしてるとこ。どうだったか忘れたけど。え、そのレオルで？そうだよ。いつ？ハーメルの時？そう。ああ、そうなんだ。うん、ああ、そうね。だから私も、で、この間の音沙汰も行けてないから、ほんと、うん、私最後にレオルを生で見たの多分ね、2019年、20年の、カウントダウンフェスかなんかに
行って生で見たっきりだわ。あれってあれでしょ、他のアーティストもいるやつでしょ。あ、そう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 、みんないるやつで、なんかなんとかステージでやってて。すげえ、行ったんだ。そう、なんかそれは行けて。じゃあまだコロナとかなる前か。あ、そう、なる前なる前、ギリギリの時に行った。私あれだわ、19年夏のフェスかな、うん、お、行った行った行った、茨城まで。めっちゃいいじゃん。あのあれちゃん、タイでめっちゃ盛り上がってたライブちゃん。もう最高だったよあれは。あ、なんか行きたいね、またライブに。本当に行きたい。今回、ついこの間、劇場アラートっていうツアーがね、この間発表されたんですが、この動画が出てる頃、ツアー始まる直前ぐらいかなと思うんだけど、行きますか？一応、夫と相談して、福岡に、おお、行くの？あの、一応出してます。ああ、そっか、あの、そうそう、今ね、この収録時点では、今、ファンクラブの選考の募集中か。そう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 。そう、あ、私ね、あれだよ、名古屋行くよ。あ、ほんとに？そう、あの、友人と連番して行く予定。なんかさ、土平日だからさ、やばいよね、今回。平日多くない？そう。もう4月からさ、仕事始まっちゃうからさ、なかなか厳しくて、で、行けそうなのが、仙台か福岡、土日、あの、土日かゴールデンウィーク中なのが。はい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 、はい。だもんで、で、仙台日帰りはついいよねっていう話で、まあ福岡に家族旅行として、息子も一緒に連れて行って、で、ライブの途中は見ててくれるみたいなホテルで。ああ、いいねいいね。そう。で、私一人で行って、だから打ち上げとか行けないんだけど、まあそれで行こうっていう。いやでも、地方公演レアだと思うから、いいね。そうね、ファンしか行ったことないから、楽しみ。いやー楽しみだね。もうほんと満を持してって感じだもんね。あ、そうそう、そう、そういえばさ、でも戻るわけじゃない。戻ってるのかわかんないけどさ、思ったんだけどさ、今回のアルバムさ、はい、あの、まあ、第6巻がまあそれに当たるのかもしれないけど、ライブ受けする曲が少ないかなって思ったんだよ。あー、確かにね、確かにね。まあ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 、そのリードは、リード曲は第6巻だろうけど、うん、確かにね。もうなんか、レスポンスとかをするような曲。ああ、その、だから、事実上の、なんだっけ、煩悩遊戯とかね、あの辺ね。そう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 。確かに。そうだね。そう。まあ、第6巻は、まあ確かにそうなんだけど。でもなんか、せっかく、こう、新しい曲を出すんだったら、ライブ受けする曲があってもよかったんじゃないかなって。っていう、そこがこうファンに喜ばれる曲になるじゃん。いいね、率直な意見でいいですよ、大変。言い過ぎかな。いや、もうめちゃくちゃ、そういうの言ってほしいんだよ。なんかね、こんなところでね、気を使って言ったって何のあれにもなんないんだから、ね、言いたいこと言うって感じ。めっちゃ叩かれたら。いやいや、もう私は、いや。そんなことなんかしなくても、レオルはライブ受けしますけど、みたいなコメント来たらもうなんか、すいませんって感じ。え、大丈夫。そんなことを言うやつはね、ここにはいないから、多分。ちゃんと、もうそういう意見もあるよねっていうのを分かる人間だけが見ればいいんですよ。あ、そうね、そういう人間に見てほしい。そう、だから、あの、そうよ、あの、何でもね、否定すればいいわけじゃないんだからねっていう、この視聴者を減らただでさえ少ない視聴者を減らしにかかるっていうもうめちゃくちゃ正しいんだけどいや、でもさ、ちょっと今のね、あの、ライブ映えしないかもしれないっていう、あの、ちょっと懸念に対して一個希望を持たせるとしたらね、うんうん、あの、私さ、すごい前のアルバムですけど、文明 EP があったじゃないですか。うん、あれの、タイね。タイって、私、音源聞いたとき、まあ別に、その、割とアップチューンだけど、そこまで、あの、なんて言うんだろう、上がる曲かなって思ってたんだけど、あれはライブで化けた曲なのよ。あー。ライブで、あの、原曲ではさ、タイタイタイをさ、結構テンション低く言ってるんだけど、あの、ライブだともう、頭おかしいぐらい叫ぶじゃん。あんなパフォーマンスすると思ってなかったところでも、本人飛ぶし、観客も飛ばせるし、みたいな、あれを、なんていうの、ライブに行って初めて、このタイの、なんていうの、潜在性を知ったので、だから、
もしかしたら、いやいや、ちょっと盛り上がりに欠けるんじゃないですかって思うようなところが、なんかで化けたりすんのかなとか思ったりはする。確かにね。うん。そういうところでもちょっと期待があるなと思って、ライブ今回ね。まあ、もしくは、もう今回は、うんうん、もうライブは、その今までにいっぱいそういうライブ受けする曲があるから、うんうん、今回はこう、歌ってもらおうっていう。あ、なるほどね。ね、聞かせる曲としての、あれかもしれないね、うんうん。そう、だからセットリストもすごい楽しみだなと思ってね。そうね、そうね。まあでも、今回の EP に合わせて出してるってことは、やっぱり EP の曲は全部入れてくると思うんだよね。うんうんうん、そうだね。そうしてほしい。だからなんか、そこをどういう順番で行くのかっていう。え？いやー、なんかそうだね、そうだね、いやめっちゃ今なんか、ちょっと、どういう順番ならエモいかなとか考えちゃった。あー、めっちゃわかる、めっちゃわかる。なんかさ、そのレオの曲もさ、うん、なんかすごいこう、なんて言うんだろう、しんみりする曲もあるじゃん。うんうんうん、それとこう順番を、まあ、前後させたら、うんうんうん、エモくなるだろうなという曲もある。そう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 。ね、例えばその、例えばよ、うん、例えばさ、シンクオールドローズとかさ、はいはいはい、めっちゃあのエモい曲だけどさ、うんうんうん、でそれとこうボーイとか重ねてきたら、はいはいはい、めっちゃこう、なんだろう、来る人には来る。そうね。あ、そう、エモ枠で言うと、今回ね、私だったら、この中だったら、ミュータントがエモ枠かなって。そう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 、そうなんだけどね。そうそうそう。そう、それはそうなんだ。そう。それはそうなんだけど、あえてボーイ、ね、私ね、あ、そう、ミュータントの話していい？私、このミュータントが一番好きなの。私、レオの曲さ、うん、結構その、暗い曲の方が好きなんだよね。あ、わかります。わかります。はい。いかがでしたでしょうか？めっちゃ楽しそうに喋ってましたけど、やっぱね、久々のライブっていうのもありまして、まあコロナでね、あの、前回のライブツアーが途中で中止になってしまって、アルバムも出ないし、ライブもないしっていう約2年間があっての今回ライブなので、もうすんごい楽しみなわけでして、その妄想がめちゃくちゃ膨らむんですよね。そのニヤニヤしてるのがめちゃくちゃ伝わってきますよね。でも後半ではそのライブ映えの話をしてるんですが、だから、そこも良かったなって思うし、あの本音トークっていう意味でね。だから今回のアルバムでキャオさんが、正直ライブ映えする曲がないんじゃないみたいな風に言ってたと思うんですけど、なんかそういう、ちょっとパッと見ね、聞くとネガティブにも取れるような、あの、そういう感想。でも率直じゃないですか。めちゃくちゃ純粋な感想みたいなのも、なんか、ツイッターとかだとさ、こう、はばかられるわけですよ、もう。昔はね、本当にツイッターってさ、なんか、匿名感が強くって、まあ、ハンドルネームはついてるんだけど、本当に独り言で言ってるような雰囲気があったんですけど、もうここ、なんか、5年ぐらいで、すごく、コミュニケーションツールとしての側面が強まってしまったと思うので、ハンドルネームでももうなんか自分としてのアカウントみたいな意識が皆さん強いと思うんですね。だからなかなかその特にネガティブな部分については言及しにくくなってるんじゃないかなっていうのはやっぱ感じるので、その中でこういう率直な意見っていうのはね、それが言える場っていうのはかなり貴重かなと思いますし、それ言ってもらえたのも嬉しかったって思います。はい。で、全部のトークが終わって、まあ、今日どうでしたかみたいな喋ってる時に言ってくれて、一番なんかこの言葉が聞けてよかったなって思ったのが、キャオさんが、やっぱレオル好きだなって思ったっていうのを言ってたじゃないですか。一番最後に。ああ、もうこの言葉が聞けて、やっぱり本当にこのゲスト会やっててよかったなって、毎回思うんですよ、そういうの。やっぱり私は推しをもっと好きになってほしいって思うんです。この、動画を通して、私と喋ることによって、推しのことをいっぱいいっぱい喋ったり考えたりして、あ、やっぱりもう推し最高っていう気持ちを、やっぱ再確認してほしいっていうか、その気持ちをこう、バーンと高めてほしいというか、爆発させてほしいわけ。し、で、その好きなものがある人生ってやっぱ素敵だなって思ってほしいし、好きなものがある自分にも自信持ってほしいなって思ってるので、なんかその言葉がすごく聞けて嬉しかったですね。はい。なんですけど、この発言する直前にね、
収録前にめっちゃアルバム聞き込んだんですって。やっぱ育児でね時間取れなくなってきてる中で、あんまりこう集中してがっつりアルバム聞くとか音楽聞くっていうのが一個のアルバムに対してねっていう時間取れなかったって言ってたんですけど、もうめちゃくちゃ聞き込んだと。で自分なりにすごく解釈を考えたつもりって言ってて、でそれをこうやって発表して、私はこういうふうに思います、なぜならこうだからですっていうのが卒業発表会みたいだったって言ってくれてて、いやめっちゃ真面目やなと思ってさ。いやーもうめちゃくちゃなんかね、そういうのが性に合ってるんだろうなとも思いましたね。だからまたキャオさん来てくれたら、どういう形式かわかんないですけど、また卒論発表会形式でもいいのかなと思いましたけど、まあそのゲストさんそれぞれね、この対談の進め方は全然違うので、今回はキャオさんはレオルの場合だとこういう討論会みたいな形式が良かったのかなって思いますし、こうダラダラ喋る形式も多分面白いと思うし、まあそれ人それぞれなんかなって思ったんですけど、まあ彼女らしくて良かったなと思います。はい、というわけでこれにてレオルミニアルバム第6巻の卒論発表式卒論発表式だね卒論発表会の収録裏話についてはね、これにて終幕とさせていただきます。ありがとうございました。ではね、ここからちょっとクールダウンの時間といたしまして、お便りコーナー行きたいと思います。先生あのね、だからねエコーないのにちょっとコーナーっぽく喋るなっていう、叫ぶなっていう話なんですけど、はい、先生あのね、まあ、このコーナーではリスナーの皆さんから寄せられた、まあ、コメントですとかツイートですとか、まあ、お便りメールなんかもね紹介していけたらなと思っております。はい、というわけで早速今回ね2通紹介したいと思います。まず1つ目、チャコラジエピソード12、前回もねレオルさんが好きな方と喋ってて、その方はキャオさんとは別の方です。アイコさんと喋った回の収録裏話回についたコメントです。でアイコさん本人からコメントが来ております。はい、読みますね。チャコ先生こんばんは。トーク内容を因数分解して分かりやすく解説してくださりありがとうございます。自分がおしゃべりしたことなのになるほど分かりやすいってなりました。次回もレオル回なんですね。次回っていうのは今回のキャオさんの回のことです。注目注目。今回も車でミニアルバム第6巻を聴いていた愛子でした。サロンパス切れたから明日買いに行かなっていただいております。ありがとうございました、愛子さん。この回は愛子さんと喋った動画の翌週にその回についての収録裏話のラジオをした回なんですけど、だからまあその時も私が愛子さんが喋ったトークについてなんかこういうことを言いたかったんじゃないのかっていうのをまあ私が勝手に予約して喋ったんですけど、まあそれについて分かりやすいっていう風に言っていただいたのと、で次回がキャオさんの回なんですよっていうことで楽しみにしていますっていう風にコメントいただいてたので、多分今回のラジオも聞いていただいてるのではないかなと思うんですが、多分愛子さん的には自分とは全く違う目線で別のゲストが喋ってた動画なのでめちゃくちゃ面白かったんじゃないかなと思うので、またもしよかったらねコメントを残していただけると幸いです。サロンパス今回のねライブも参加されるそうなので、サロンパスガンガン貼ってぜひね暴れ回ってほしいですね。はい、ありがとうございました。で続いて先週のキャオさんの回の動画についたコメントです。なるかみおききさんからです。いつもありがとうございます。対話を通して考察聞くの楽しいといただいております。ありがとうございます。いやなんかこのなんていうんですかね、私たちがああでもないこうでもないって言ってる考察をまあ第三者目線でね聞いているのが楽しいよっていう風に言っていただくのは、本当に動画を作っている私としてはもうクリエイター冥利につきますし、きっとキャオさんもね一人でも多くの人に届けと思って喋ってもらってたと思うので、ものすごく嬉しいと思います。ありがとうございます。というわけで愛子さん、なるかみおききさん、ありがとうございました。で実はですね、最近チャコラジについてのお便りとかツイートとかコメントがポツポツ出てきていますので、もっと紹介したいんですが、今回はこのチャコラジではちょっと時間がかなりオーバーしそうな予感なので、まあ数日以内にお便り会だけの雑談会をね配信したいと思いますので、
最近もらっているコメントとかはそこで返信したいと、返信っていうか紹介したいなと思います。そしてその時に私が今回ひた隠しにして収録していたことをね、ネタバラシしたいと思います。皆様多分感づいてはないと思います。私も隠し通せたと思っておりますので、私がね、何を隠し通して、この収録を終えたのかっていうのをね、次回楽しみに待っておいてくださると幸いです。で、このラジオ面白かったよっていう方は、高評価、コメント、感想のツイート、チャコラジってつけていただくと私読みますので、はい。ぜひよろしくお願いします。もう短文でも結構ですし、聞いたよっていうだけの、一言だけのツイートでも私は大喜びしますので、ぜひよろしくお願いします。はい。というわけで、今回は以上です。最後までありがとうございました。それではまた次の回で会いましょう。バイバーイ。